この島でやり残したことって何なのかしら。そういや、そんなこと言ってやがったな。彼を追うことばかりに気を取られていたけど、それが分かれば先手を打つこともできるかもしれないわ。見た。パト？親分の目的は悪魔の実を手に入れることだ。どんな能力の実かは知らねえけど。教えていただけるのはありがたいのですが、我々にそんな重要。本気で仲間になりてえって思ったら仲間にしてくれるかもしれねえんだろ。だったらおいら少しでもおめえらの役に立てればって思って。でも身を探すって言っても何の手がかりもないんじゃね。身なんかくれてやりゃいいじゃねえか。てめえは単にもっと強くなったあいつと戦いてえだけだろ。身の情報を持っているのは彼一人なのだとしたら、このまま後を追った方がいいかもしれないわね。よし、決まりだ。奴の後を追うぞ。助かるわ。すごいことになったわ。それでいいの？またね。よく来たね。さすがに肉は育たねえか。とと、この島には慣れたかい？何よ、なんだ、はあ、もう釣りも大事だよな。
登る気持ちですね。まさか私いつの間にか天に召されちゃったんでしょうか。ねえ、ちょっとあんたたち、私たちはここにレッドを追ってる、わかってる？ナミはいいよな。こないだまで空島にいたんだろ。だよな、久しぶりのふかふか雲だもんな。こんな風に地形を変えるの、ゆっくり身を探すために。ほら、グズグズしてたらあいつの思うツボよ。さあ、私は黄金の大鐘楼を手に入れ、再びフェアリーバースへと旅立つのだ。ここにも黄金の鐘があるのか。あれは絶対に渡さねえぞ、エネル。ちょっと、ここにある鐘もあいつもレッドが変えたただの葉っぱなのよ。たとえ偽物だとしても、目の前で鐘が奪われるのは
あいつが黙って見過ごせると思うか。分かってるわよそんなの。もうネットの思惑通りじゃない。金もエネルもあなたの親分さんの時間稼ぎだって分かりきってるのね。それでもうちの船長さんはやりたいと思ったことをやり遂げずにはいられないの。いや多分あいつ分かってねえぞ。あなたのやりたいことは本当に私たちの仲間になる。オイラのやりてえこと。Oh!
とドフ